クワキニが建てた、フリヘイ宮殿、クワキニは、英語名を、ジョン・アダムズ・クワキニと言い,い、ハワイ王朝のカメハメハ大王とカーフマヌ王妃に仕え、ハワイ島のカイルアコナに、建築物も含めた数々の足跡を残した。クワキニは、ハワイ島のアリーを父に、マウイ島の王の義妹を母に、1789年、ゴロ生まれた。父は、に追われたので、家族は、 ハワイ島のカハルーワンへ逃げて、後にカメハメハ大王をお気に入りの王妃になるガ違い姉のカーフマヌなどと一緒に育った。父は大王が1782年にハワイ島で最初の戦いに勝つ際に援助をした。当時ハワイ人はアメリカ風の名前をつけるように勧められたので、クアキにはジョン・クインシー、アダムズ大統領の名前を使ってジョン・アダムズクアキにと称した。 彼は、カヌーなどのスポーツが好きで、酒、グルメ、女性も大好きだった。オアフ島の王立ガバナーの妻といるところを捕まえられ、そうになり、逃げて足をくじき、その後、一生ビッコになった。しかし、ハーヨーチョウの王族の常で、身長は6フィート3インチで、体重は後には400ポンドとなる堂々たる体格であった。1820年にハワイの首都が、 マウイ島西部のラハイナへ移った時から、クワキにはハワイ島の初代王立ガバナーをその年から死ぬまで務めた。1831年、オアフ島で反乱の兆しがあり、大王子後のカーフマヌ王妃は彼をオアフ島の王立ガバナーに短期間任命して反乱を沈めさせた。彼はしばらくしてハワイ島へ帰り、 1941から43年には、ハワイ王国議会の貴族院議員を務めている。カメハメハ大王の後を継いだ息子のリホリホが幼い、時に、カーフマヌは、ハワイに残る様々な伝統的カプを解除して、キリスト教をハワイ島へ招いた。クワキには、最初の牧師アーササーストンへ土地を与えて、木アイカウア教会を建てるようにサポートした。クワキには、訪問者を、 フラで出迎えた。1838年には、ハワイ島の溶岩、サンゴ、コアの木オヒアの木などを使って、海辺、ヨーロッパ風の小型、フリヘイ宮殿を完成して、そこでアメリカ人やヨーロッパ人を艦隊した。これは、オアフ島の大型のイオラニ宮殿と中型のエマ王女の夏宮殿と並んで、アメリカ合衆国にただ3つ残る宮殿である。彼は、 カイルア桟橋へ来る船があると必ず出向いて、キラウエア火山などのツアーを進めたという。クワキニは1844年12月9日にカイルアコナで亡くなった。今でもカイルアコナに残るクワキニの頂上、クワキニはもともとアフプアーの境界線だった石垣を高くして、ジョージ・バンクーバーがカメハメハ大王へ送った牛たちがカイルアの町へ出ないようにした。この石垣は、 クワキニの頂上として、今でも残っていて、パラニ道路に案内板がある。カイルアコナのアリー通りとカーフマヌ道路の間に、クワキニハイウェイがあり、そこにある、旧飛行場公園から手術のパレードは出発して、パラニ道路へ出てからすぐ、アリー道路を更新する。また、オアフ島のホノルルにも北クアキニ街があり、そこに面して、日本人移民が百九十二年に建てた、病院があり、 第二次大戦中に解明されて、現在は、クワキニメディカルセンターとして知られている。ありがとうございます。